アマチュア無線用の現代のアンテナチューナーアンテナ、チューナー、トランスマッチ、またはアンテナチューニングユニットは無線の送信機、または受信機とアンテナとの間に接続する機器で送信機や受信機のインピーダンスをアンテナのインピーダンスに整合させることで送信機や受信機とアンテナとの間の電力伝送の効率を高める役割を持つ。アンテナチューナーは アンテナ端子のインピーダンスが固定されたトランシーバーと複素成分を持つかもしれないし、とにかく整合していない未知の不可インピーダンスとを整合させる。この不整合は大抵非共振型アンテナを用いる時に生じる。アンテナチューナーを使うと一つのアンテナを広い周波数帯域で使用することができる。アンテナとアンテナチューナーの組み合わせではもと共振しているアンテナほどには決して 効果的ではない。SWR により給電線に損失がさらに誘発され、アンテナチューナーそのものの損失も加わるからである。とはいえ実際面では、思考パターンの問題と電波の補足範囲において、アンテナチューナーの使用は、こういった問題点よりも利点の方がより上回るかもしれない。厳密に圧という場合、アンテナマッチングユニットを指し、 アンテナの共振周波数を変えることはできない。ここで留意すべき点は、同様のマッチングネットワークが、リニアアンプといった異なるタイプの機器で使われていることだ。詳しくは、インピーダンスブリッジングを参照のこと。ありがとうございます。